ベインズバット・ベインズバットとは、第二次世界大戦中に、イギリスで作られた、試験用のグライダーである。設計者は、エルイ・ベインズ。無病気機のデザインを試験するため使われたもので、設計者は、仮のグライダーを戦車に転換し、上空から戦場に侵入する手法を提案していた。本機は、スリングス・ビー・ベインズバットとも呼ばれている。1930年代後半、 イギリス陸軍では重量のある軍事機材を空輸する方法を探していた。戦車を持ち上げるほど十分大きな輸送機は存在せず、またそうした大きな航空機が作られたとしても多数の特別な施設が必要になるだろうと予想された。第二次世界大戦中に探求された解決法は、戦車をグライダーとして牽引するというもので、このためには主翼を追加しなければならなかった。 最も多い設計例では、区形翼をベースに用い、微翼と安定翼を取り付けた。1941年、L.E. ベインズが設計した、翼腹100フィートの輸送翼グライダーは大部分が後退翼であり、その翼端に垂直の安定翼を取り付けて構成されていた。K.N. スリングスーベインズバットの設計図。 1941年1943年、材料をすべて木製とした1、3スケールの試作機が、カークスビームアサイドにある、スリングスビーセールプレーン車により製作された。またベインズ・バットは1943年7月に、ヨーク社、州の r f 社バーンインヘルメットに置かれた、空艇部隊試験機関にて初飛行を行った。試験飛行の多くは、 ロバート・クロンフェルド大員が操縦を担当していた。試験は成功したが、計画は放棄された。理由は利用できる適切な戦車がないこと、また重機材を胴体部分に収めて輸送できる、グライダーを開発するよう決定が下されたことである。戦略家たちは、実際に相当数のベインズバットを戦場から回収できるものか確信が持てなかったが、これは、戦時下においては、 致命的な要因ではなかった。一機のバットが製造された。これは、研究に利用できるフラップ付きの無病翼炭容器として、最初のものだった。本機は無病翼機の制御や安定性の実験のため、ロイヤルエアークラフトエスタブリッシュメントによって、後半に試験を受けた。バットは、余剰品として1946年8月に、売却され、1947年11月に、 英国核空機協会の登録を受けた。バットが最後に見かけられたのは1958年のことで、黒いドン飛行場のハンガーの後ろに中期されていた。データは客中による。ありがとうございます。